スペイン語講座。えーまあ、私はスペイン語講座の講師をしています。今ですね、スペイン語の,その講座の講師ですね。で、まあ、私はボテダ私は何だって言ってるんですけども、ビれボ私は何ですだって言ってるんですけど、何何何どう言ってくるかどうかちょっとその部分は。 わからないんですけど <laughs> わからないんです。まあ、でも「そい」so、で「何とか何とかです」って言ってそこにえあの単語とその文章力をつければですね「私は何々なんです」っていう言葉になるんですね。でまたですね「添い」と言えばですね「添、so、い私は何々何です」っていう言葉になっているんですけども。 私はですねその文章をその描く時にですね大体「そい」につけてその言葉をそのつけていってるんですね例えば「そい」「アブダサブツボダサブビスビツボ」というと私は何々であるというふうになっているんですね。で私はですねその他のまあ英語の場合はですね「愛」とか「ー,ーとか「し」とかまあその,あの言葉をつけるわけですよその主語のところにですね。 でまあスペイン語の場合は「ソイ」とか「ジョイ」とかまあその辺の,その言葉の部分をつければ大体その「ソイ」っていうのは「私は何々である」とかああいう言葉になるんですけれどもでそれでですね「一人称二人称三人称」というのはもうその外国語のその言葉にはですね大体ついてるんですねその「一人称二人称三人称のつけ」の描いた上でその次のところの「 その文章で何々は何々であるその何々はっていうのは一人称二人称三人称っていうところなんですねで。それでそのついてるところの文章がついて言葉というものが成り立ってるわけなんですよ。でですねまあ不思議なことはですね、まあ、英語とかではハテナのマークがこうなんですけどもスペイン語ではですねこのハテナのマークがこうなってるんですね。これはどういうことかというと別にその意味はないんですね。ののその えー、接続同士がこう上にあるか下にあるかのその違いのハテナなんですけども私はそう表スペイン語をちょっと学んでるんですけどね。でまあフランス語というのもですね一人称二人称三人称のは何々であるというふうに大体いいその文章っていうのは一人称二人称三人称のでは何々であるっていうのが、まあ、外国語の基本のその,あの文章なんですけども。 でですねそれをですねあのそのそ文章をですねその逆から書いていってそれを果てるにするとその疑問文になるわけなんですね。でその疑問文になればその,あの,あの話がその疑問文で「何々何ですか?」っていうふうになって大体そういうのが文章になってるんですね。その で、会話文っていうのはですね大体このコロンをつけてですねその会話文をこう書いていってですねで問いを書くってまあこれは小説のちょっと書き方にちょっと似てるところがありましてあの小説の,その外国語の文章で書くときにそういうに使うんですけどもでですね私はですね書き括弧も使いますねそれはまあ漫画とかその,あの小説とか。 作詞とかそういう時に使う時に鍵格をつけてその外国語の文章を書いてまたギ格好っていう風にして作ってるわけなんですけどもで私はですねその外国語の基本の文章っていうのは大体もうその構造とその文章形態がほとんど一緒なんですねその一緒っていうか同じなんですねそ,のそこの,あの骨組みが変わってるだけなんですよでそれでまあ外国語の文章は成り立ってるわけなんですけども 私はですね思いましたね。でまあそういうことなんですけれども。